おはようございます。今日なんですけれども、うがつ止めらりのロストを使っていこうかなと思います。この構築は、先日のリミットレスの大会の方で優勝された方の構築となっております。特筆すべき点は、輝くリザードン型であるということと、このうがつ止めらが入っているというところですね。うがつ止めらり X、HP が230の炎タイプで、5大ポケモンであると。技1個目がヒートブラスト、炎無色の2個で使えて60ダメージ。2個目が劣化爆心、炎無色の3つで使えて260ダメージ。この技を使ったら、このポケモンはバトル場を離れるまで劣化爆心が使えないと。通常であれば、劣化爆心にオーリム博士を使ってエネルギーを加速していくカードではあるのですが、ロストということで、ミラージュゲートでエネルギーを加速して攻撃していくと。次のターンは技が使えないというデメリットがありますが、入れ替えるカードがたくさん入っているということで、あまりデメリットが気にならない構築となっております。というわけで対戦に転職。かがり座入り見たことないな、正直。1回もなんでなんだろうな、わかんない。なんでこんなにリミットレスでアカロストが強いのかわからん。あのジュペッタサナイドが強いのはてか分かられてないってのと、普通にプレイヤーが多分上手いだけであって、アカロストはね、意外とね、他の人も勝ってんだよ。日本人一人がめっちゃ勝ってるって見せかけて意外と勝ってるから、何かしらの秘密があるんだろうけど。ちなみに今多分リージョナルやってるよね。何時からだろう。どっからやってんだよ。キーはロストかい。やろうや、ロストミラーやろうや。ホワイト勝負しようや。弱いね。入れ替えの方が欲しいから、いやーでも悪魔からか。これな、えらい。十分十分。これは、入れ替えもう一枚欲しい。こうなったらさすがに話変わってくると思うんですよね。入れ替え欲しいからこっちからで、ボールタウンはねー、諸説やなー。かなり諸説。バキューム見上げ。見上げでしょ。これ多分、普通の青ロストより、てか、ギラティナよりも、ロストにエネルギー送っちゃいけない、多分。相当山札にあった方が強い。強いというか、ないといけないというか。プライムじゃねえんだよな。これボールタウン出していいけどさ、相手小突き出てくるもんな。これ出さない方が強い説ないワンちゃん。あるな。待つか。終わり。ノココーチだとしてもノコーチ出させたくないしな、一応。月光画じゃないから。まだ相手は多分月光画か、アカロスとか分かんないからケアして動いてくると思うんだけど。ノココーチ突きだった場合はね。待って、ターボ突きとかってワンチャンない？ミライドに勝てる人だって。ミライドン勝てて、いや、ケアせんのかよ、お前。ケアしろや、そこは。まあまあ、いいけど、別に。ドラパ終わってる？じゃあダメだ。いや、一応ね、アクロマキュアキュア、バキュームで4枚たま、10枚、6枚たまって10枚たまるんだけど、あんまりいける気はしてない。バキューム引かないといけない、まず。一旦、出すか。ミュウと、ウガホは、ウガホ出すかね、もうワンチャン。ウガホで倒す？ありますね、ウガホね、ちょっと。やってみるか。ウゲイツホムーラ。なんでないんだよ！期待裏切られた。サイド落ちが相変わらずですね。じゃあ裏殴るか、おとなしく言うか。くれますし、これ以上はいらんくね。あ、待って、違う、これ闇並み出して手張りしときたいか。違う、お前でいいか。お前でいいか。だとしてもこれどうするの。手張りしたいな。なんじゃ入ってないから、いらないと言わればいらないんだけど、正直。エネ切って逃げる、エネ切って逃げる、ありだな。うん、残っち出されたくないから、このままでいいと思うんだけど。ガブリアス EX、 いやー、きつそうだけどな、さすがに。ガブリアス使うんだったら、まあ月光が EX じゃない。あ、こんにちは、元気してますか。ウガツホムラ強いのおもろいよな、今な。なんだっけ、ウガツホムラマシマシラか。よう考えたよな、ウガツホムラマシマシラ。確かにエネルギー張るタイミング暇な時あるし、悪張って、普通にウガホンに悪張ってエネルギー付け替えもあるからさ、おもろいよな。マグマの滝つぼむのダメージを乗せ替えるっていう20を。で、ニッパチにするっていう。あれマジ頭いいわ。そっか、武人の代わりか。武人よりよっぽど強えな、入れ替えなくていいから。あ、じゃあありだわ、相当。いいね。さて、こっからやな。いや、もう一枚残っち出してくんねえかな。なわけないか。プライムで一応ここぶん殴れるけど。2、3は出ないはずだから、次。1、2、3。こっから殴るか。おわ、でかいって、お前。マジか。ダルメシアンだな、それ。話変わってきたな。まあ、一旦闇闇が行くか、じゃあ。闇闇が行くしかない。まあ、出すか。出したくないけど、正直。炎が山にまだあるんだよね。炎が山にあるから、まあ、蝶を戻して、蝶と何？これ戻すか？これ戻すか？そして、こうやって、で、蝶炎を、緊急ボードってこれ何枚入ってる？緊急ボードは2か。結構引くな。10中8引くな。ヘビ棒は何だっけこれ。いらないか。入れ替える。入れ替える。炎を張って入れ替えるかなこれ。いや、いいか。ハンド干渉ないし。26だから1回ここ6乗っけて、で3の前3乗っけるとイン7で、あんまり意味はない。一応かがり座のためにもう1個乗せてこうかな。やるんだったら
デボリューション打てないバグ。なんで起きたんだそれ。デボリューションなんて一番な、メタラメタラなのに。それ打てないってなるともう終わりやん。それワンチャンは相手にミスト張ってなかった。違う？打てないじゃなくて効かなかっただけじゃない？違うか。筋打ちは勝ちだと思うんだが、プライムあるかな？プライムあったら結構シャバいんだよな。どうしよう。あ、買うキャラはダメかこれ。いや、ノコツキマジ好きだったのにな。ドラパいなかったらノコツキワンチャン使うのに。ミライドンにも、ワンチャンありそうだよな。全然。悔しいぜ。今いくら出た？見てねえわ。何ラミ出したい？あったよね。炎じゃ意味ねえんだよな。入れ替え。無限に入れ替え引くな。別に無限では有限なんですけど、ちなみに。メタルメーカーでエネがつかんだ時に短時間フリーズするバグは、短時間？なんだそれ。微妙な話だな。ドットは？まあ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 、こっからがちょっと重いんだよね。カガリザあるからいけるか。カガリザと一回やめられる勝ちか。まあ、テンポ的にはおそらく勝ってる。ハンド干渉ないんだったら。先日バイが遭遇したバグは自分の山札ゼロ枚で嫌な牙の技使ったら1枚しか山札なくてもらって。あ、それはね、あるらしいんだよ。マジで。古代サポート使ったのに嫌な牙が1枚取らしは結構あるあるらしい。嫌なあるあるなんだけど。これハンド干渉ね、光ってんだろ、多分。十中八九。これ、カガリザ山にあるよね。なかったら怖いんだけど。なんかなかった気がしてきたな。大丈夫かな。あってほしい。ちゃんと。ちゃんとあってほしい。今日のリジョネって YouTube 見れる？わかんない。多分ないっぽいんだよね、ワンチャンス。あー、闇闇前なんだ。おもろ。カガリザーがエネルギー2枚要求、ミラゲ要求なんだけど、まあ、言うてこれは多分殴れるね、十中八九。てか、まあ、ウガホが殴っても別にええから、ウガホが殴ってもよくて、ウホウホしながら。そう、ウガホがウホウホしながら殴ってもいい。カガリザーが殴ってもいいし、負け筋ではないか。まあ、ワンチャン負け筋起こるか。順番むずいなー。どうしよう。順番がちょっと難しい、メドラゴン。こっちが強い。入れ使えスカート？めっちゃ腫れるやん。めっちゃ腫れるやん。おもろ。ありました？ちなみに。カガリザあるね。少年2枚ある。まあこれで勝ってるかな。下校ボタンされてもカガリザあるから。まあおそらく大丈夫なんですよ。入れ替えがないけど、まあ次も筋で入れ替え引くだろうし。でも貼っといて。カガリザ前出しされても筋から入ればいいから。カガリザ前で一生耐えられる話もあるか。ねえだろ。ドキシ。まあ一応、ボタンしかないはず、相手は。まあそれもミラゲ引いたから多分勝ちだね。ボタンハンド干渉は無理だから。まあ入れ替えカードハンド干渉かな、あるとしても。まあ入れ替えカード入ってないんで、このデッキ。多分勝ってます。まあチャーム月光がとかせん限りよ。チャーム月光が2とかせん限り。まあチャームも入ってないし、ハンド干渉も入ってないから、まあ無理かな、相手は。あ、一応俺が入れ替えらんないはあるか。入れ替えらんないあるけど、まあ入れ替えらなくても勝てるしな、正直。うん、まあ勝ちですね。倒されてから闇闇がかかりじゃね、間に合ってるから。上がってきにしたい。一応、ノコツキ対ミライド見てみるか。いや、マジこのデッキいいデッキだったのにな。日本環境で使いたかった。ミライドン。ミライドンね、めっちゃティア低いんだよね。誰も使ってない今。まあ、そりゃそうなんだが。ミライドン、マジ、いないんだよね。探せらんない。探すことができないミライドン。いねえわ。いや、いません。どっちで倒してあげよっかな。どっちがいい？今日はかがりができます。よいしょ。十分ですね。スマホで起きてんじゃないかな。パソコンだと全く起きないから。あのパソコンで起きるやつは起きてるか。ノコチ72ゲゼロでよくない？ダメかい？ダメか。さすがにダメか。わかんねえから先行取ってみるか。一旦。弱え。バカ弱いハンド。イカれてやがる。こんなもんだよね。わあ、それはちょっとまずいんじゃないですか。それまずいって言われてますよ、ちなみに。これして入れ替えカード使わんといかんのか、マジシャバい、これ。シャバすぎる。悔しい、これ。これするの悔しい。これ一応でもね、そこそこ有利なんだよな、確かな。有利ではないか。有利なんだ。有利なんだよな。そう、有利らしい。知ってた？すごいよね。仮面関係当たり運めっちゃ大事。そうなんだよ。当たり運ゲーすぎるから。あの今回は多分ミライドみてえな、今みんなが使ってなくて急に使われるデッキはないと思うから、なんかあんのかな。ミライドンのさらにその先を目立ってくるデッキはあるかもしんないけど、でも今の前のミライドンってさ、マジで立ち位置クソ良かったじゃん。ドラパー以外にもまだルギアにも強かったし、まあリザードンぐらい振りたい目、ガン振りがリザードンとまあギラティナかなだったから、勝率やばかったよ多分。出してほしいミライドンの全体勝率。まあ、ミラーではね、5分にしかならんから、多分5割5分以上あったと思うんだよね、おそらく。6割ぐらい、6割はまあいかないか、さすがに。耐えましたが、ウックが殴りたくはある？いやー、ごっつぁんが強えんだわな。まあ、ウガホがそこそこ強いから、ウガホがね、ウホウホしたいんだけど、ちょっとそういうハンドじゃないっていう話もあって。
ポリマ、何ですか、あ、取れますか、パンチある、オッケー、とりあえずね、ラミラミ多分使わないな、そんなに、そういうゲームじゃねえ、ハンド干渉だるいが、まあ、キュアは出すか、一応ネストは使えないな、まあ、どっかでウガホ出すけど、今出しておいてプライムとか打たれてロックされる、まあ、してこないと思うけどな、してこないと思うけど、まあ、次キュアはからバキュームで一応ミラギが2回打てるんだよね。でエネルギー何枚あるっけ、後で見るか、はい、あ、そうか、カウキャも発動するから今竹ポン多いの何回や、うん、まあでもいいんじゃない、なんかメタリア少ない、割と割とメタリアすいと思うんだけど、あれってだってあれでしょ、お、オンバーン EX で勝ちでしょ、あれなんかある対抗手段、オンバーン EX に対するないと思うんだよね、まあ、だったら別に言うほど振るしかないけど、コントロール使ってる身からするとね、 JCS はちょっとコントロールがあんま強くないから迷ってはいる、ミミッキュでもいい、まあミミッキュはちょっと幅紙あるっしょ、幅紙あるから、まあ、まあ時間は稼げるだけで格勝ちではないからむずいよね、まあ目埋めできてミミッキュで勝ちだけど、まあさすがに目埋めんだろう、ミミッキュある可能性があるデッキに関してはリザとかでさ、ワンチャンさ普通に動いてさ急にミミッキュ出したら相手目埋まってそうじゃない、ワンチャンありそう、ありそうだな、それめっちゃありそう、コントロールリザードもありか、ドラパに勝てなそう、コントロールリザード一旦出すか、殴る気ないんで、ないだそっかな、やめやめ出しといていいか、11しかない、少ねえてお前、クソ少ねえな、寄せるからドラパに勝てる、あ、もともと有利じゃねえか、じゃあ違うかも、俺が想像してる世界線と、ミラギ偉いけどね、別に嬉しくはないという話をしたい、動き的には悪くないな、話題前から雷光使った身として増えたのがなんか嫌、ああそういうこと、あ、それはね結構なんかもうオタクのキモいとこ出てるから、それはそういううん、オタクのキモいとこ出てるなって思う、正直そんなもんだよ、そんなもん、そんなもん、子さん腕組みオタクよマジで、みんなからあんまりそれ好かれないタイプだからやめた方がいいよ、オタク界隈的にはね、いやこれ結構いい動きてるよ、え、これめっちゃ強いんじゃない、ちなみに230めっちゃ強くはねえか、別に言うても、いやプライム欲しい、マジでプライムキャッチャー欲しいな、ロットと何枚ある、てかハンド少ねえ、月光がないとマジハンド増えねえわ、やべえな、コントロールリザードもありか、コンリザ使うか、コンリザ、なんか VTuber の挨拶みたいだな、コンリザって、コンリザ、コンリザ、コンリザ、ミライドに勝てて、ルギアが重いんだよな、ルギアがバカ重いんだよね、コントロールにするとより重いから、マジメンヘラなんだけど重すぎて、さてどうしますかね、メウか、そんな強くないよな、まあポケギアかな、ラミラミいけますね、お前殴るか、きた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 、コンリザーみんなの心を煉獄支配、いいねめっちゃいいなそれ、よいしょ、うわー良すぎデッキや、待ってウガツァムラ強よ、こりゃ強え、これ勝つ理由わかるな、こいつやべえわ、こいつが一番相性いいデッキロストやな、オーリムじゃねえよ、かかりだそこかい、危ねえ、エビを切ってたからクソ危ねえわ、ルギア受けるのと相手に事故をかければええんちゃう、いやまあそれしかないよもちろん、まあ、ルギアしかあのフリーがないんだったらまあ許す、コンリザはギリありかも、コンリザも考えとこう、ルギアタケルライコーがポン、まあいろいろあるか、いや、まあ、ミライドンからでもここは残るから、まあ、入れ替えらんない、まあ手張りで逃げ、あ手張りとか普通に逃げればやみらみ殴れるから多分勝ってると思いますけど、お前が逃げてお前の HP 上げるしかなくて、うんそうやな、それしかない、結構積んでる相手、オメラってリザの礎ケアぐらいしか強い使い方ないと思ってた、いやそもそもエクでも強かったしな、スタンでも俺が使ったあの武人コムラはまあまあ強かったから、正直結構強かったよあれやってた、あーそういうパンチ嫌いだわ、負けだもんねお前、それ負け格だもん、負けを受け入れてそっから成長、お前10枚あるよね、ワンチャンないかと思った、びっくりした、相手が堂々とさしてくるから、 OKOK、